様が出たら日光浴、お月様が出たら月光浴。の件は順調か？ああ、問題ない。ただ、奉行の目をごまかすのは難しいだろうけど。待った。見ない顔がいるが、大丈夫か？大丈夫や。うちの友達やさかい、信頼してくれてええで。うちらみんな、船の件で来たんや。おお！オイラたちも仲間だから。なるほど。悪い。疑うつもりはなかったんだが、念のためな。船はもう完成したけど、近場を漕ぐにも堂々とはできない状況だ。え？どうしてだ？鎖国令があるからな。天領奉行は船に敏感なんだ。小さな船でもいちいち問い詰めてくる。わかっとる。すまんな、あんたまで巻き込んでしもうて。なんだよ急に。お前の役に立てて俺は嬉しいぜ。今回も花火を作ってもらったし、船はその例だ。今持ってくるからちょっと待ってな。うん、おおきに。途中うちの店に寄って花火を持ってってな。短冊通り作ってからバッチリなはずや。ああ、ちょうど花火大会も始まるし、お前の新しい友達に稲妻の伝統を見せてやれ。そのつもりや。ああ、せや。せっかくやから、高一が初めてうちで花火を注文した時の話をしたろか？おっと、これは長くなりそうだな。なあ、その話は先に船をここまで運んでからにしようぜ。おちょ、せやな。つい話し込んでしまうところやった。宵宮は他にも用事があるだろう。また後でここで落ち合おう。高一に言われてへんかったら大事なこと忘れるとこやったわ。ここ最近花火作りで忙しくしとったさかい、おしゃべりする時間がなくて我慢の限界やったんや。父ちゃんはいい話し相手やけど、耳のこともあるし、新鮮な反応を見るんは難しいやろ。また話が脱線してもうたな。高一が船を取りに行っとる間に花火の材料を探しに行こか。あんたらの分だけやのうて、袋無地なを探しとった子供と作次郎の分もあるさかい、材料が足らへんのや。気にせんといて。毎年似たようなもんや。途中で追加注文がぎょうさん入る。お祝い事があるさかい、みんな花火を求めとる。それを逃したらもう二度と機会がけえへんかもしれへん。せやから、どんな大変でも引き受けるんや。でも、お前は楽しめてるのか？もちろん楽しんどるで。花火師の家に生まれて、ちっちゃい頃からこのドンって爆発する感覚に夢中やった。とにかく、うちの心配はいらんってことや。すまへんすまへん。花火みたいに話の種もあっちゅう間に消えてまうやろ。せやから、その一瞬を逃して後悔せえへんように、思う存分喋るようにしとるんや。次は城内を回ってみようか。知り合いのところを渡ってみるさかい。あ、質問してもいいか？さっきからずーっと喋ってるけど、
喉は大丈夫なのか？喉？確かにちょっと違和感あるけど、喉って元から喋るためのもんやろ？そうだな。イルチャールのお兄さんが看病して